ピッチャー交代でモニターみたいな誰もやってるじゃん。岡田さんは先の先の先まで考える。監督よく言ってたのは、勝つことより負けるのが難しい。はい、流れ星局のトラナラチャンネルということでね、今の野球でも5番をサッソペルトやったりノイジやったりちょこちょこ5番6番を入れ替えてる。これで5番がパシッと決まったらやっぱすごい出せるなと思うよ。やっぱり今ね、佐藤もちょっと最近打ち出したけど、やっぱりまだ安定感が出るから、で打点も少ないし、結構ノイジーを我慢強く使ってるというか、どう思いますあれ。まあおらんのやろな、代わりが。代わりが小野寺とか。小野寺に関してもじゃあ100試合任せるのが選手じゃないよ、ね、だから特回1回やっぱりその辺で見極めながら。そうですね。ただね、ダイソーの前にノイジーってことは間ちゃうんかいっていうところとかね、だからそこはまあ多分あそこで変えちゃうと今度は逆にそのなんていうかな、ノイジーを殺してしまうという話で、要するに戦力を逆に、うん、だから、うん、自ら外すんでね。要はそこでノイジー外してしまったらやっぱ調子上がってこないじゃん、うんうん、でも試合出続けてたらやっぱ調子絶対上がってくるから、うんうん、だから今打てなくてもその調子上がってくるような感じで出し切りとかしてると思う、ね、なるほどね。うん、やっぱそういうこう辛抱強さというか、あるあるね、見極めてっていうか、かなりこう観察力がすごいですね。いやもうすごい、もうね、普通の人はね、先の先までしか考えない、うんうん、でも岡田さんは先の先の先まで考える。だからこのバッターを使うとら向こうがこのピッチャー出てくるな、じゃあうちはこのバッターを用意させてこなかった、うんうん、じゃあうちがこのピッチャー使ったら相手はど何出てくるとか、何試合をしながら相手の監督でも駆け引きを楽しんでる、はいはいはい、うん、それ分かります、ね、そう来るかとか、おそれ来たい、変えよったでとか、ここでもう引っ張んのかとかね、そう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 、なんで帰んねやとか、今日ベンチ出てた、出てるって、うん、原さんとか落合さんとかと対戦とか、まあ、すごい相手のベンチの駆け引きを楽しんでるとか、ね、そう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 、だからこまめにこう8月なんかでめっちゃこまめにピッチャー変えらしたりだね。そう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 、7月ぐらいまでそんなのなかったのに、俺一番ねびっくりしたのはすごいなと思ったのは、あの一緒にやっててね、右ピッチャー投げててチャンスになって広がっていったら左を用意させてもらうピッチャーとか、うん、で当然右を用意させてるやんか、左ピッチャーやから、うんうん、でも向こうピッチャー変わってきたら左出さなかった、うん、で監督これピッチャーもひょっとしたら変わるかもしれないから左も用意させてもらいます。もうアホかとか言って、もう中継ぎええぞ、お前も3連投してるんだよとか言って、4連投中ありっこないやろとか言って、出てきても休みピッチャーよとか言って、右出てきてもとか、それやったら左の犬出てくるよとか、あの監督って、ピッチャーが何連投してるとか、相手のとかね、全部頭の中に。頭入ってる。うん、で、メモ取ったりするのめっちゃ嫌われる。ああ、そう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 。何を今更お前、そうそう、何をお前メモ見とんねんとかしない。試合前にはこんなもんやること、そうそう、準備することやろう。データはもう全部頭に頭いってますよね、すごい、ほんまにお前らなんて、うん、あのよく言う人だからね、先の先の先を見て、うん、お前ら先の先やろって、そうお前ら全部表になってんねんけど、裏の裏は表やないかい、そうそうそうで裏の裏の裏までいかんかい、だからやっぱりその辺が今年1年間やってちょっとだけど選手にやっぱり浸透してんちゃうかな、うん、中野なんかでもさ打たないじゃん、うんうん、この間いつやったかな、負けてる展開で8回かなんかに先頭バッターでさ、0-3から2球見逃したからな、先頭バッターでやっぱり塁出んのが仕事やつの分かり始めて、でも去年までやったら多分1球は見逃しても1-3から多分打ってたはず、打ってるって、うん、打ちたい方やから、近本なんかよく言ってましたからね、キャンプでね、年間最多安打だったから、うん、そんなもん一番の仕事ちゃうやろ、そう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 、失礼ですよ、そう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 、いうことよくよく言ってます、そうそうそう、だから役目っていうか、お前の役目ないんじゃねえっていう、そういうことよく言ってますね。だからこの間サトテルがさ2、3塁かなんかでセカンドゴロショートゴロ出ずに三振して、はいはいはい、次の日さ、はいはい、外された、はいはいはい、広島でね、そう、うん、だからやっぱりね、俺思うんやけど姿勢を見せれば怒んないのよ岡田さんって、うんうんうん、例えば2ストライク追い込まれました、セカンドゴロでもショートゴロでも打ったら1点入るケースやったらちょっとバット短く打つとか、うんうん、ノーステップで打ってみるとか、そういう変化を見せれば認めてくれるわけよ、姿勢でね、姿勢を、うん、取り組み方、うん、それをファーストストライクから最後まで同じようなスイングしてるからこいつは何考えてんねっていうの、まあ教育やけどね、多分ね、うんうん、彼に対して、ね、選手では言わないよね、まあ、コーチに、コーチね、何を指導しとんねんお前これゴロでお前1点やろとかね、そういうこと、そういう言い方だよね、だから岡田さんの領域まで行こうと思ったらもう大変よコーチも、悪い言い方したら主語ないでしょ、お前今最近ちょっと あれお前ああなってんだよとか言われたらもうそこまで勉強せなあかんあれがだってでも俺ら大体言ってること分かる、分かる分かる、ね、うん、どこの場面のことを言ってるか、ね、そうそう、だから選手に例えば大山にしてもさ、サトベルにしても近本にして初めてやんかやるのが、だから最初はやっぱ選手も友達だったり、うんうん、ミーティングなんかでも
まあ、でもだんだんやろうとしてるあれ選手もこう分かってきてこうついてきてるっていうのがね、うん、ありますよね。いいチームになってきてるね、うん、だから言ってましたもんやっぱキャンプから強くないよって、うん、強くないけど試合をずっとこなしていったら強くなってくるこのチームは。だから要するにもう ベテランいないやんか。そう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 、うん、だから普通にやったら勝てるんやってあの人絶対頭の中あるわ、うんうん、でも岡田さんの普通っていうのは俺らからしたらすごいレベルの高いところの普通なんや、うんうんうん、だから普通にやらんから負けるんやとかっていうコメントで出てるやん。だから昨日なんかでもさ試合俺ちょっと見とったけどやっぱり中継ぎピッチャー出てワンアウト一塁二塁で、まあ、打たれてもええやんか。でもあそこで一番あかんのはやっぱりフォアボールやんか、はいはい、だからそういうところでやっぱり普通にできてないなっていうのは小川さんから思ってるやん。先頭のフォアボール、ね、そう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 、だからタイガースはまだ発展途上やな。あいやもうそれはもう若いチームなんでね。そうやな、うんうん、ひょっとしたら黄金時代気づくかもしれない。うん、まあでも名古屋やんないです。まあまあまあそうやな。監督はね。そう。最初から2年やって言ってましたよ。できへん。2年やもん。なんもお前。な名古屋やれるかやね。2年の間に次へバトン渡すだけや、ね。最近もう外資戦らしいね。もう無理らしいです。あしんどくて。あもう終わったらだからほぼホテルいる。あそう。前回の時で一緒でしたね。全員にほらあの監督的広報がもう来日制メールです。あね、監督今日はホテルで食事です。監督今日はホテルで食事です。宴会場で食事しますって言って、バー一斉 LINE 来て、いいとか言って、知り合いとかね、知り合いとちょっと今日六本木にちょっと飯行こうかって約束してたら、もう、すいません、ちょっと今日監督、コーチ会議が長引きまして、とか。もう監督がもう食事会場言われたら絶対行かなかもね。よう言われた俺も、こう負け出し合いとか、時とか監督食事会場来て、やっぱ腹減るやんかって食ってたら、まあ、よう食えるなとか言って監督食わんじゃん。食わないな。もう飲むだけやから、うん、ちょこちょこっとあの長ら食いだよな。そうそう、うん、もうほんまか軽くつまんでもうあとダラ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 飲んでるから。そうそうそう、高三とかさよく食わけよピッチングはちょっとお前なんでやまって思って帰ってよ飯なんか食えるなとか言って俺やったら食えんぞとか言ってよくやりました。一回俺朝9時ぐらい朝スイングとかさしてたから9時ぐらいに起きて着陸みたいなの残ってたわけよ監督から。おう4時半ぐらいに。おうで監督知らんの何やねんですぐ電話するの。すいませんとか言ってちょっと寝てましたみたいな。お前よう寝れるなこんな大事な時でお前よう寝れるなとか言って普通お前寝れんやろとか野球のことを考えたら寝れんやろとか言っていやせやけどやっぱり眠たいのは眠たいしなとかと思いながらだってキャンプでもだってずっとこう一軍の練習前に朝6時ぐらいから、うん、あの昨日の2軍の方の練習とかずつか家見てそうそうそうずっとチェックしてた、うん、監督の部屋に球数何球投げてそうそうそうあのずっともう球数は全部書いてますなあ、あのブルペンの球数はそうそうそうそれ見ながら部屋で叫んでるからな球数全部書いてで開幕からもうバーッと8月夏ぐらいまでは、うん、オールスターまではバーッとローテーションそうそうそうかがんかいでかけとか言って持ってこいとかもやられされますからね。もう一回オールスター前に甲子園で横浜戦で3試合でね4点しか取れなかったで監督がオールスターで大勢行くのかで3戦目終わった時に監督に会ってすいませんでしたとか打線がちょっとお前顔洗いながら俺の顔見ずに顔洗いながらお前何言うてんねんとか言って勝負は9月じゃないかとか言って9月にな調子を上げさせときゃええのよとか言って回ってること何もないよとか言ってもうお前5割でいいのよとか言って勝ったり負けたりでいいのよとか言って9月になったらお前そりゃいかなあかんけどとか言って今だったらまさしくその通りやな、うんうんまあ今そういう気持ちで思ったら慌ててバタバタするのが一番ダメだ思ってそうそうでコーチも慌て出したら言われるしな、うん、もう何慌ててんねんとか言ってそうそうお尻構えとかんかいとか言ってでもやっぱりコーチとしたらさやっぱり調子の悪いやつおったらやっぱりまあそりゃそうですよね、うん、それは当然のことやけどいや監督としたらそうじゃないな金本の時もそうやったもんなあいつイビやって、はい、横浜線かな新幹線の中であの俺と浮いてきたわけよもちろん多分今日打席立ってませんとか言ってあの時にいや俺の一存じゃ決められへんから俺は監督には言うけどでもお前みたいな選手は直接監督の部屋に話してとか言ってで監督の部屋行って話した時に金本が電話があって今日は試合出ようって言われましたとか打てんかったらいいから打席立っとけとか一応高ないですああすごいなと思ってその辺はやっぱり我慢強いよな故障してるのあ桜井とったよ桜井、はいはい、あれがさ周期練習かなんかで膝かなんか悪くてで常川のトレーナーだよ、はいはい、あれがコーチ会議でちょっと今日あの桜井が膝の調子が悪くてとか言って違和感があってとか言ってで監督がさ違和感じゃないなとか違和感って言わすなそうそういう聞く方が違和感だよとか言って
で、それで違和感という言葉なし。なくなって。俺ら、俺らもうこれから違和感言う禁止。できるかできんかだけ言うとか。違和感じゃ、何が違和感言う。そう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 。しかし、ああいうようなさ、とてつもない考えをパッと行動に起こすからな。あの、藤川の帰らせとかさ。あったよ、シーズン中な。あれは帰らせとか。あれが続いてるから。でもあれ9月になったら連投させるな。そうだよね。10連とか書いてそう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 、もう変わらせよ、裏から、裏からこそって変わらせで、あのメンバーには書いてんのかな、うん、それ当然書かないと、うん、相手がね、お今日9時、藤川いないぞってなるから、そうそうそう、あの辺はすごかったよな、もう変わらせ上がらせとけ、はい、ね、そんなもんありました。2005年は矢野が例えばもう5回ぐらいでスパンと変えるのキャッチャー矢野しかいなかった、うん、あ、もう今日は監督ゲームしてたな、もう諦めたなと思うわけ、矢野を変えたりしてんで、ああでも監督よく言ってたのは、勝つことより負けるのが難しい、最初分からんかったわけ、うん、勝つ方が難しいと思うやん、でも負ける方が難しいやん、うんうん、でなんで負ける方が難しいっていうのをずっとこう一緒に言って、負けゲームはあそこのホワイトボードに選手が残っててあかんちゅうわけ、最善の策を使って負けたら、うんうん、これは最善の負けやん、それは解説でも言ってます、うんうん、な、でもあそこに3人も4人も、うん、選手が残ってたら、うんうん、これは最善の策じゃないちゅうわけ、うんうん、なるほどなとか、で、あの人のすごいのは、次のゲームに調子の悪い選手をどん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 そうやって負けゲームで試していくわけ。ほんで、明日のゲームこれ使ってるやつも絶対使うじゃん。だから、負けゲームを負けゲームとして捉えてないよな。うん。うん、5回以降でこう代打出して、うん、あ、これ次の、ここで1本打ったら次、あ、例えばあのノイジーかと小野寺とかね、うん、あ、小野寺これ明日のゲーム使うとかだなっていうところで、その前のゲームを。そうそう、生かしてるよな。うん、準備をさせる、ね。そうそうそう。だから負けゲームは作ってない。負けるんやけども、負けゲームは作ってないよな。あの辺がやっぱり他の監督とは違うかと思うよ。ということで、また皆さんね、コメント欄の方にね、いろいろ翔太さんに聞きたいこととかあったらね、コメント欄によろしくお願いします。はい、ありがとうございます。この後誰監督やらすと思います？オリックスクビになった時も監督がさ、小林さんがさ、お前どうすんねんとか言って、だからそういうところでやっぱりすごい温かい人。チャンネル登録ほどよろしくお願いします。お願いします。ムラチグループは住宅建設資材のエキスパート、製造から販売配送工事まで、チームプレーによるワンストップ体制。